78左新宿からスタートしてバスに乗って駒ヶ根インターチェンジまで向かいます。駒ヶ根インター三田駅です。こんにちは、四ツ谷のぼりです。今は調べ平というロープウェイの駅に到着しました。はい、今日は、木曽駒ヶ岳に登っていきたいと思います。はい、はい、では、ロープウェイで早速上まで行きたいと思います。はい、行きますアクセスはバスタ新宿から、バスで駒ヶ根インターチェンジまで行って、駒ヶ根インターチェンジからまた路線バス乗り継いで、この今はい、調べ平のロープウェイまで来ております。ではここから頂上まで一気に2600m ぐらいまで行きたいと思います。暖かいですね。うん、いい天気です。どうですか。天気やばい。青い。ロープウェイの山頂の駅が、天井敷の駅があれですね。歩き始めました。見てください。すごい快晴ですよ。この、うわー綺麗。足元は少し雪解けしてる感じですね。でもたくさんの人がやっぱり来てるから、歩いた跡がいっぱいありますね。うん、結構暑いですね。うん、急坂ですね。どう？大丈夫？下りは快適そうですね。まだありますね。急でしたね。うん、ね、うん、急だった。はい、であちらが中岳です。はい、ここからぐーっと行って、あの奥が駒ヶ岳で、宝剣はこれ、こっちだ。この岩が宝剣です。これも楽しい、いい岩場のいい道ですよ。うん、駒ヶ岳行きますか。じゃあちょっとロープウェイの最終が3時55、うん、ダイヤ間違えてて5時55だと思ってた。1時間以上ショートして12時半ぐらいのスタートだから結構ギリギリですね。あ、宝剣立ってる人いる。おお、すごいね。はい、ということでとりあえず中岳の方行きますか。毎日、はい、時間見てみて行けそうなとこまで行こうかなと思います。はい、はい、宝剣山荘があのブルーのやつですね。あそこから今中岳に登っております。意外と登りですね。結構息が上がります。この中岳を越えると、駒ヶ岳が見えてきます。 OMM のコアベストにこのツータックスの上にちょっと風があるので、上からシャツを着れば全然これでいけちゃいます。疲れてますか。疲れたね。中岳に到着しました。最高の天気に恵まれましたね。青空です。あっちが駒ヶ岳山頂だね。意外とあるな。
はい、今ですね中岳を通過しまして、これから、駒ヶ岳で、これが頂上山荘ですね。夏とかはやってるよね。やってる。うん、はい、頂上山荘のここがキャンプ場なんで、ここで夏はキャンプができます。はい、こういう感じです。あ、登りきつそう。まあでもここちょっとなんで、そこまで登ればゴール。登ろう。はい、でも風もそんなないね。風心地いいぐらい。よかった、もう春だよ。相当薄着なんじゃない？そうだね、だってみんなあれ着てないもんね。何着てんの？着てないよ、これしか着てない。やば、夏山じゃん。山と道メリノライトフーディ1枚。そう、あとドライレイヤー、うん、やば、やばいです。はい、最後の登りですね。いや、これがきついんですよね。あとちょっとなんですけど、道はこんな感じです。よいしょ。なかなか上が見えないですね。意外と急なんですよねこれ。夏道は見てるとあっちみたいですね。まあ、冬は岩も雪をかぶっているんで、こうショートカットできるいいところですね。あ、見えてきた。あ、見えた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 、やった、見えました。ついたついた、あったよ。すごい、こんな埋まってるんだ。木曽駒初めてですね、駒ヶ岳は。あの、去年は雪山講習でね、千畳敷のとこ行ったよね。ヘロヘロです。手を使ってます、手を。はい、到着、やった。はい、やった、山頂です。駒ヶ岳山頂、こちら到着しました。汗かきすぎてしまい、大丈夫。疲れた。はい、絶景ですね、見てください。うわ、最高、すごっ。わー、すごい。でもさ、あんな鳥居のとこ行かない？行こう。ああ、はい、やったー。本当はエビの尻尾みたいに氷がバーってあるんですけど、ね、もうあったかいから。3月ですね。ね、今年は雪が少ないですね。うん、はい、ということで登頂しましたよ。一瞬にして雲がすりました。でもこっちは晴れてる。めっちゃ晴れてた。ね、そんなにすごい晴れてる。ですね。で、簡単に頂上で洋服を紹介しますと、バンブーシャツにブラウンバイツータックスとムーンライトギアのプールでコアベストです。で、アルパインライトパンツにモンベルの中厚手の、プールも入ってます。で、スカルポという感じです。で、山田道のライトアルファオンリーフードにグダサングラスです。真っ白。あと G-PAX の帽子をかぶりました。はい、私は山と道のバンブーシャツに、下に山と道のなんだっけ、これメリノライト、ライト、ん、ライトメリノフーディー、ライトメリノフーディーみたいなやつを着てあります。その下は、インナーです。で、パンツはアルパインパンツのスペースの、その下は中厚でのモンベルの、私はジオラインの方を履いております。
靴はスカルパです。帽子は山頂に来てニット帽をかぶりましたが、それまでは何もかぶってなくて、まあ、山と道の運のフードをかぶって日よけをしながら登ってきました。はい、グローブはモンベルのウールグローブタッチを使ってます。はい、はい、ハードシェルもちゃんと持ってきてますな。あと EE のエペックスジャケットも持ってきてます。はい、じゃあ曇った日がどんどん真っ白になってきてるので、帰ろう。帰ります。うわすごい気持ちいい。じゃあ帰りましょう。帰ろう。白いバックパックが汚れてますね。やっぱり汚れますよ。私のも汚れてます。よく汚れますよかって質問来るけど、汚れますね。やっぱり茶色くなって、白いザックは汚れます。泥みたい。行きましょうじゃあ。とりあえずちょっと停滞してたら冷えましたね。あ、でもまた晴れたよ。2時よし、行かなきゃな。2時18にそこも出て、じゃあ下山します。ちなみに気温は0度でした。はい、暖かいね。じゃあ安全に下山したいと思います。はい、はい、行きます。ガスガスです。うわ怖いね、一気に道が見えなくなっちゃった。忘れ物ないよね。必ず忘れ物チェックをしてから行くようにしています。でも晴れそう、すごい可能性を秘めた曇りですね。景色になってしまいました。怖いですね。あっという間にホワイトアウトしますよ。怖いな。安全に無事にカールのところまで行きたいと思います。今折り返して中岳の登り返しですね。登ってまいります。先が見えないと不安になる。メンタルが大事ですね。ああ、写真撮りながら帰るぞ。胸が白だ。ああ、そこに天狗層、シャン層があるはずなのに全然見えなくなっちゃった。目の前なのに。真っ白。ちゃんとトレースがあるんで、トレースと地図見ながらで帰れますけど、先がここに山荘があるんですけど、ぼんやり見えますかね。ぼんやり見えた。急にくっきり見えたりするよね。ね、ここも夏はにぎわ、大にぎわいですね。楽しみですね、夏や。今稜線のこの線の向こう側にいて、そこはガス店ですけど、こっち側山のこっち側晴れてますね。あ、うん、よかった。一安心。あ、これ池の方行くやつだね。この下降りてくと。これ。うん。この。面白そうだよね。うん。本当だ。ね。周遊かな。あ、綺麗ですよ。見てください、景色。いい。今日はちょっと雲が多かったね。あ、これでもう。下りだ。はピッキル使うようなとこはなさそうだ。ないね。むしろストックの方が楽だね。じゃあ、あ、見えた。雪山の厳しさがなんか。うん。わかりました。そうだね。そうそう、こうなっちゃう。まあね、夕方だとこうなるよね。結構風はあるんですけど、やっぱりこのバンブーシャツが風を意外と切ってくれるのと、結構このボタンから程よく換気してくれるので、登りの時とか結構快適ですね。ソフトシェル的な感じで、ウィンドシェルのちょっと分厚い版みたいな感じで、よく雪山の時はウールの上から来たりして活用してます。あと街に行っても普通なんでおすすめです。どう、うん、怖いです。怖い。結構急ですね。横向きになりながらちゃんと
聞かせて歩いてます。ちょっと写真撮って停滞して冷えたんで、エンライトのエーペックスジャケット着ました。これあのこちらは河川のジャケットなので、こういう雪にはこう触れてもあんまり気にならないです。早く帰ります。ゆっくりする時間もあってなんとかなりました。楽しかったです。すごいこのカール感を最後に、はいはい、今日は木曽駒ヶ岳に無事に登ってくることができました。イエーイ、はい、人ももういないですね、最終便なので無事登れてよかったね。よかった最後ちょっとガスっちゃいましたけど、はい、まあ行き青空で見れたんで、それはそれでよかったかなって思います。そうです。じゃちょっとこれでまた下山してロープウェアを降りていくんですけど、まあちょっとね、あそこの駅で、うん、最近リニューアルしたらしいから最後そこ行って、ちょっとそこ見て帰りたいと思います。はい、はい、じゃあ本日の動画はこちらまでかな、うん、はい、はい、こちらまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあ最後はカール戦場時期カールでよいしょカールの様子をお届けします。こんな感じです。ありがとうございました。終わってるね。へえ。ね。3時まででした。はい。いろいろありまして、バスターミナルの近くのお店に来ました。こちらをビアンビアンさん。すごく素敵な店内でビールをいただきます。すごいね。ビールすごい数あるよ。すごいおしゃれと。はい。じゃあ乾杯します。お疲れ様でした。フルーティーな香りがする。はい、バーガー食べます。サババーガー美味しそうだね。美味しそう、めっちゃ美味しそう。デザン後のハンバーガー美味しい。美味しいサクサク、うん、美味しい、マジでうまいすごく美味しそうなんです。これ見てください、美味しい。こうね、好きはハンバーガーでね、うん、ビール、クラフトビールのお店ですね。これめっちゃうまい。じゃあいただきます。